え、じゃあちなみに、もう俺はこれはもう誰にも負けないぞじゃないけど、誰と話しても同じくらいの深さまで話せるぞっていうアニメは何作品くらいあるの、お互い。ちょっと待ってください。かなり調べたね、これは、みたいなレベルの。そう。0歳から遡らないとダメだ。俺ハンターハンター結構読んでるから、読み返してるから、はい、まあまあそこそこ語れるかなと思うんだけど。え、ガンダムはちなみにどれぐらいまでいいガンダムとしてですか、それとも機動戦士ガンダムなのか、あの機動戦士ゼータガンダムとしていいのか。もうそこに基準求めちゃうとこがおたけ。もう、お前の好きなように話してる。俺はなんだろうな、俺ね、俺はナルトだった。ナルト、間違いなくナルトです。あ、ナルトに、まあ、最初かっこいいからっていう、面白いからやったんですけれども、そっから、こう、例えば術が出てきたりとか、で、特に後半、作品の後半になってくると、意味わかんない術とかがいっぱい出てきた。後半俺もね、意味わかんなすぎた。出てきたじゃないですか。意味わかんなくて、俺、それの設定調べようって思ってた。ああ、なるほどね。あれはね、やっぱ日本神話とかにいるの。そうです。だから、これ何なんだろうって、アマテラス、つくよみ何なんだろうって調べたら、あ、なるほど、これ、古事記がモデルになってるのか。ああ。確かに、ナルト、俺、三つどもえっていう言葉を知ったのは、はい、ナルトだった。なるほどね。そうか。あ、じゃあ、まあ、まずナルト。はい。あとは、あとは、待ってください。ジョロイヒアロー。俺はもう、まず第一に掲げるのは、カウボーイビバップ。おー、あれはもう、あの先、何話に何の曲を使われてたとかも全部わかる。あ、あったわ。なるほど。とあるマジックインデックス。あー、あー。まあ、レールが、とあるシリーズね。とあるシリーズ。とあるシリーズは、もう、正直、俺が大学の理系学問、大学院の理系を目指すって決まったきっかけが、とあるシリーズ。ガチじゃん。ガチです。まず人生変わってんじゃん。そこに出てきた最強の、その、能力者のアクセラレータっていう最強能力者がいるんですけども、でその、こいつはなんでこんな形で知るんですか？どういうやつなんだろう。確かにね、あれさ、調べるよね。調べますね。で、調べて、こいつは何やってんの？結局あれは設定として頭脳がめちゃくちゃ頭いいんです。スーパーコンピューター並みの計算処理能力、演算処理能力を持ってる。あ、本人が頭いいからあれだけの能力を出せるってことだ。出せるって。で、そういうことやってんだ。じゃあさらにその能力ってどういうことをやってるんだろう。で、そこに、例えばですけど13次元のベクトル演算と。ベクトルってなんだろうみたいな。で、それが実は数学のうんたらかんたらだったっていうのをどんどん掘り下げてって、あ、俺こういう学問やりたい。すごっ。技も間違いなく語れるやつ。じゃあ、はい、二作品目。俺、あとは、アキラかな。ああ。アキラはもうなんか VHS が擦り切れるぐらい、もう見た気がするわ。そうなんだ。見たし、原作も良かったし、なんか必ず、あのね、アキラのね、今は結構カルチャーとして認められてたけど、昔ってグッズ全くなかったんよ。アキラって。そうなの？うん。渋谷パルコとなんかやってグッズめっちゃ出しました。そんな、昔の人からすると、で。当時やんなかったくせに。そう。全くなかった。アキラは、見た。もうグッズだったら買い漁ってたくらい、当時。いや、当時っていうか、普通に今でも。もう今でも。なるほどね。はい。俺シリーズ。他にあったっけな、多分ね、それ以外が多分、その後なんだ、終わりがハマったのが、でしょ？次。ここの時にどれにハマったんだな。多分、たくさん見すぎてるんで、こう出してこないと多分。でもね、俺最近、はい、あの今まで見てたアニメをリストアップですか？リストアップするようになった。同じだよ。マジで一緒だな、やること。もうね、マジで被ってんさ。
結構マイナーなのが好きだから、あマイナーも王道もすげえ見るんだけど、マイナーなのも好きで、なあれこれなんだっけなっていうのを思い出したい時とかに言ったっすね。あ、俺もね、マイナーのやつ好きだったよ。あの、パーフェクトブルーとか。あれ、マイナーじゃないの？マイナーじゃないの、あれ。全然マイナーじゃない。ザ、ごめん。コンサトシ、マイナーじゃないか、やった。ちなみに、ここ最近で俺がリストアップするきっかけになったのが、鈴宮春樹が私10周年っていうのが、へぇー。さっきは、私だから、何、なんかそういう、何周年っていうのが出てきて、あ、もう、この作品ってそんな前なんだ。え、この頃俺何見てたっけ？やって、そっからブワーって、あ、全部リストアップ。鈴宮春日もやらんよね、やらない続き、うん、原作が更新したいの、あれは原作読んでない、読んでない、原作が続き書いてないから、書いてないかな、うん、なんで書いてないの、書いて、全く書いてないっていうわけじゃないんだ、でもそこはちょっとまだ覚えてない。ああ、富樫並みの救済だよね、結構ね、何よ、なんかすごいよ、ほんとに。あとはなんかある？これは語れるぞ。ガンダム。ガンダム。ガンダムはそうと語れる。そう、どこら辺からどこら辺まで？え、だから、ファースト、ゼータ、うん、ダブルゼータ、うん、逆者、うん、で、まあ、テレビ、あ、今劇場版入っちゃったけど、うん、あと、0083もいけるし、なんかね、ふと気がつくとね、なんかガンダム見てるんだよ。気づいたら見てんだ。F90。最近の、オルフェンズとかちょっとわかんない。ああ、逆に？俺、そこら辺はわかんない。ああ、俺、オルフェンズ面白かった。ビルドファイターズがちょっとわかんない。ああ、ビルドファイターズわかんない。なんか、あの、おっさん側。ああ、ビクトリーとか、あと、世代的に言うとウィング世代だ。へえ。そうなんだ。お前もだよ。あ、俺もだけど。ウィング世代。そうなんだ。シードも、まあまあいける。へぇー。シードデッセンもいけるし、あと、ダブルオーもいけるな。エイジーはちょっときついな、っていう。ガンダムは、まあそうして、まあ、最近の作品ならいける。なるほど、なるほど。ガンダムね。なるほど、なるほどね。ガンダム、まあ長いしね。シリーズで見たらね。そうなんだ。まあ、仮面ライダーシリーズを全語りするようなもんじゃん。そうです。ガンダムシリーズってこと。すごいな。ガンダム語れるって言ったけど、うん、まあ、どうだろう。まあ、やっぱもう、ね、多分ですよ、ガンダムの何を語るかに、そう。そこなんですよ。どこにこう置いてるかっていう。そこなんですよ。設定なのかっていう、それ音響なのか、それともその調理して書いたのか。あのね、モビルスーツに行くともうやばい。ああ。無理。無理。俺はダメだった。あ、正直、その、オタクの視点からすると、もうオタクだって言える作品あるって言われたときに、まあ、ついてあげるならあれかなっていうのは出てくるんですけれども、結局、その時に、その作品言われてあるって言われて、その作品の何を見てるの？ああ、なるほど。じゃあ、なんか語れる作品あるっていう質問自体が、ちょっと難しいかな。ちょっと、もうちょっとフォーカスしてみたいな話になるのね。ガンダム語ったらもうやばいことになるもん。モビルスーツの系譜も語れることもしなきゃいけないし、人物相関図も語ることもできなきゃいけないし、なるほどなるほどなるほど。このアニメーションで起こってたりとか、原作で起こってないところでの出来事も語れなきゃいけないし、なんか、やばい、ね。そっか。まあ、俺もドラクエかな、あと。俺、ハンター×ハンターとドラクエくらいかも。語れんの。もうアニメじゃねえけど。ああ、もう一個あったわ。はい、もう一個。魔法高校の立教生。面白いよね。面白い。なるほどね。俺、あれ、最初魔法だと思ったんですけど、ゴリゴリの、もう、物理、科学。ああ、科学。やってること。魔法という名の、その科学という。そうですね。だから完全 SF っていう。SF なるほどな、はい。で、それが分かった瞬間に、じゃあ、あの、あそこに出てきた魔法師が一体何をやっていることなんだろうっていうのを調べたり。ああ。例えば、それこそ、ニコニコビキとかで調べたりとか、分かってるっていう。情報調べて。
同じような人がいるわけだね。同じようにこう知りたい人がいっぱいいるから、ニコニコウィキに書かれるわけだ。そういうふうに書かれたりしますね。へぇ。人種として、だからやっぱいるんですよ。本当に。私もそうですけれども、実際にいます。あぁ。さあ、まあ原作の人もだからそれくらい細かく理解して書いてるってことだよね。やってます。勉強してるよ、絶対。めっちゃ勉強してる。勉強してるか、もしくは、編集、担当編集者さんが、めちゃくちゃ博識な方。ああ。そうか。あ、でも一個だけ、あのさ、はい、インデックスでさ、なんか、熱暴走って知ってるか、熱暴走って知ってるか、みたいなのがさ、ちょっとカッコ笑いみたいなさ、はい、ネタにされた時あったの。はい。あれはなんかある。あれはなんか、あれなんなの？熱暴走って熱暴走ですか？ね、熱暴走じゃなくて何だっけ？粉塵爆発って。粉塵爆発、はい、ごめんごめん、はいはいはい、粉塵爆発って知ってるかってさ、なんかそれワード自体がこうネタになった時あるじゃん、はい、いやいやいやみたいな、我々みたいな、はい、こう扱いをネットでされてた時あるじゃん、はい、あれは何だったの結局。そんなことがあったんだって感じ。あ、本当に？俺知らないけど。本当に？ネタにされてたんですか？なんか、いや、怒んないし、そんなことみたいな、表現が甘すぎ、わらわらみたいな書き込みを見て、あ、その作品に対してそんなわけねえだろって言ってるっていう、そうそう書き込みがあって、はい、あ、プチ炎上じゃないけど、はい、なんか軽くそういう風にざわついたっていうのを見たことがあって、あ、なるほどなるほど。別にそれに対して何か思うわけじゃないんだけど、はい、あ、なんかそういえばこんなことあったなって、はい、なんかあれはなんか何かが、ま、間違ってしまったのかな。これはなんですけれども、はい、これ正直あのオタクっていう人種の悪いイメージを与える一番いきなり誤解点なんですけれども、はい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 、あの、あくまでオタクって何かというと、あることに関しての、まあ、着眼点がある。ないしはそこに対してのエキスパートっていうものなんで、うんうん、あの、そんなわけないじゃんって言ってる人は正直オタクじゃないんですよ。そんなわけないじゃんじゃなくて、気づいてはいるんですけれども、あくまでそれは作品の世界観と、現実のリアルの世界観との、その、相互、うん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 、そのギャップの埋め方っていうのを、測ることができていないので、そういった例えばその作品内ではこう熱望とめっちゃバーンってしていたとして、うんうん、いや現実はそんなわけないじゃん、だってこれこれこういう理由があるからさっていうふうに言うんですけど、正直そこにこうマウント取るようなことは絶対しない。ああ、なるほどね。しないね。ああ、それこそめちゃくちゃ有名なのがスターボールスピルバーグさんに対して、誰だっけな、誰だか忘れたんですけれども。宇宙で音が聞こえるわけないって言われたんですよ。そうそう。ああ、だからガンダムも宇宙で爆発ドカーンとかあるわけないじゃんみたいな言うやついるね。真空なんで、うん、空間が。音が伝播しないんで。そうだね。そんなわけねえだろって言って、それに対して言い放った一言が、俺の宇宙では聞こえるんだよ。なるほど。なるほど。うん、まあ、だから、オタクの人っていうかさ、こう本当に好きな人っていうのは、そこをちゃんと理解して、作品という世界観、作品の世界観として楽しんでいて、はい、でだからその中でこういう科学のことだったりうんぬんってあるんだけど、はい、だからそこについて調べて、はい、でも現実でそれが起こり得るかどうかっていうよりは、その作品の世界でどういうことがきっかけで、うん、どういう設定でこう起きてるから、じゃあこういう計算式になるんだなっていう楽しみ方をしてるわけだね。結局なんでそういう設定を持ってこようと思ったのかっていう。なるほどなるほどなるほど。なぜ それを作品してきたのか、この原作者さんはっていうところにまで、うんうんうん、ああ、なるほどね。だってさ、さっきガンダムで爆発って言ったじゃん、うん、ガンダムって結構ヘルメットひび入るんですよ。ガムテープみたいにピッてやってそれで補修するから、それ現実でやったらお前やばいだろってなるところを、やっぱり好きな人からしたら、やっぱ、あ、ガムテープかいいなみたいな、それが熱いんだみたいな、そういうところでなんかアナログ感出してる演出は、あ、いいなみたいな。ジェルとかでニュッてやったりして、補修するんじゃなく、あ、テープ。なるほどね。あの、戦艦にさ、穴が開いちゃってさ、バーって空気が抜けていくときにさ、なんかピンク色のさ、なんかガムみたいなさ、やつさ、別なんで、はいはい、ビュンビュンビュンって。鳥持ちね。そう、鳥持ちで、塞ぐっていうアイデア、そう、めっちゃ面白かったんだけど。まあ、だからあれも楽しめるわけだよね。楽しい。ああいう、あ、こういうこと持ってくるわけね。やるじゃん、みたいな楽しみ方が。だからそういうふうにちゃんと、現実的にどうだからとかっていう、
ちょっと、そういうのは、正しいことを言ってるようで、ある意味ちょっとうがった見方というか、そうですね。ケツをつけてるだけで、本当のオタクだったら、そこで、なぜそれやったのかって考察するんです。例えば、ガムテープだったら、いや、もしかしたらそのガムテープ、俺がガムテープと思って勘違いしてるだけだって、実は貧富剤なのかもしれない。なるほど、なるほど。超高速修復剤で、めちゃくちゃこの肥料、シャーって治ってるのかもしれない。っていうように、ね、さらに物を考えていくようになる。なるほど。俺はね、ガムテープだと思って、ガムテープって宇宙で使えるんだと思った。まあ、夢あるよね。ああ、やっぱそういうとこアナログなのも いけるんだって、ね。そうか、そうか。って考えますね。だから、オタクってのは、本当にその作品好きなオタクってのは、やっぱそういう楽しみ方ができる人。まあ、はい、まあ、ある意味、大人だよね。